清に佇む剣客、ガイ様華麗に参上なんてなまあこれからは俺に任せてくれよ屋形船に乗って水面や杯に映る月を楽しむのもいいな直接月を見るのとはまた違った趣があるよ水面に映る月が綺麗だからって船から身を乗り出すと危ないぞまあ万が一川に落ちた時は 俺が助けけてやるけどな月見ってのは本来は2回するものらしいな昔はそれをデートの口実としても使っていたそうだはあ俺はいつになったら女性と並んで月見ができるようになるんだ頑張るのもいいが気を張ってばかりじゃ疲れるだろう一休みして月を眺めに行かないか よーし花札勝負だそうだなもし俺が負けたら何かうまいものでもご馳走するよもっと鍛えないとなよしいい感じだろこんなもんでどうだ俺の力は限界を知らないのさまだまだ行くぜこういうのもありかこの力どう使いこなそうかいつもありがとな 今後ともよろしく頼むぜこれからも頼りにしてるよさて次はどこへ行くんだああいいぜさてとやりますかどうだ似合ってるかいいんじゃないかとびきりうまいのを作ろうぜさて一勝負いくかいい札出してやるぜはっせったっ くらいなまずっ,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 ったやるじゃないか俺の本気見てみるか行くぜ焦げ地点くらえリの牙リ子、ウコ滅火山いざ勝負長引かせるのは無粋だな月見で一杯と行こうぜ ガリュウセンいい月だ終わったなじゃあ屋形船が出るのを待つとするか戦いにも賭け事にも負けるわけにはいかないからなよし上がりだな月が出る前に片付けるぞこれで終わらせようか何か来そうだ気をつけろよ